はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日はですね、また勉強会ということで、この三国維持のところの中にあるですね、神官という、こちらの PPT の本にですね、題として掲げてありますけども、この神官というところをですね、中心に今日は見ていきたいと思います。で、副題としてですね、果たしとの関連ということでですね、この神という字がですね、こちらにもありますように、この神というこの漢字がですね、この日本においてはですね、果たしという果たの字に当てるわけですね。ですからそういう観点から今日はですね、この神官、そして果たしとの関連についてもですね、深く深掘りしながら進めていきたいと思います。このチャンネルはですね、韓国朝鮮の文化や歴史について解説、そして現地のですね、歴史的な史跡などをですね、回りながら、そちらの方もですね、配信したり、そしてこのようにですね、文献などを利用して勉強会なども進めています。で、まずですね、押さえておかなければならない点なんですけども、この漢という字なんですね。で、この漢というのはですね、この五漢書とかですね、三国志、三国志というのはこれは歴史書の方ですけども、こちらの方に、その当時ですね、古代の漢族というものが、この韓半島の南の方ですね、今地図でお見せしていますけども、そちらのその色がついているところが、漢族がいたというふうに記録されているところなんですね。で、その漢族というのは、どういうふうな具体的に名前かと言いますと、まず一番目にですね、こちらの馬漢というですね、馬の漢と書いてますね、馬漢というのとですね、それから先ほど私が最初のこの今日のですね、一番メインとなる神官ですね、これは神という字を書いて、こういう字を書くんですけども、またの字としてですね、先ほどもその神という、字を当てているんですけども、とにかくですね、神官があったと、それから弁官というこの3つがあるんですけども、この位置としてはですね、まず馬官という一番最初の方が こちらのですね、韓半島のこの、西側ですね、それから東の方に行くとこの神官というところがあったと言われているわけですね。そして弁官ですね、弁官はこちらの今の京山、京商南道、いわゆる釜山とかですね、キメにあたるでしょうか、そういったところが弁官であったというふうに記されているわけですね。それからですね、もう一つ押さえておかなければならないのがですね、こちらにこの漢字として秦王というですね、王がいたということなんですね。そしてその秦王がですね、なんとこの秦国を治めていたというようなところで、この秦国ですね、そしてこの秦国は、秦国がですね、秦官になったということなんですけども、こちらの東アジア民族史というですね、本の中に、三国志の義書、観点というところがあるんですけども、ここを見るとですね、この漢がですね、あったということですね。そして一つを馬漢、二をですね、神漢、三を弁漢といい、この神漢は昔、古のですね、昔の秦国であったというところなんですね。ただですね、中としてですね、秦国の存在についてはこれを承認する説が有力であるが、これを否定する説に実証性があるというふうに書かれてはいるんですけども、実際この秦国があったかどうかというものもですね、まだはっきりは分からないんですけど、とにかくですね、この秦漢が昔の秦国というふうな国というんですかね、そういったその場所があったというところで、この秦王が治めていたというところをまずですね、押さえていただきたいと思います。それではですね、こちらのこの三国維持ですね、を読みながらですね、そして今日はですね、この原文ですね、こちらにちょっと小さい字なんですけども、こちらにちょっと掲げておきますので、これを対象としながら進めていくのもいいかなと思っております。それではですね、神官の部分ですね、始めていきたいと思います。で、不安そうぬん、
지난해누르그니가스스로말하기를친의만묘인한국의원인이ちょっとこれ止めますね。で、不瞰想、この不瞰想って互瞰想ということですね。互瞰想ではですね、互瞰想では、神官、こちらですね、神官の、こちらのですね、漢字としては、これをまあ、老人ですね、大きな、まあ、老人が、自ら言ったというわけですね。これは大丈夫でしょうかね。うん、まあ、そんなふうな形でですね、始まっています。ですから、この互瞰想においては言うんだけど、互瞰想には言うんだけども、この、まあ、神官のですね、神官の、いわゆる、この、老人が話していったことによればですね、ということですね。はい。そこでですね、次の本文に、ちょっと入る前にですね、神官のこの中の部分ですね、ところを見ますと、この神官がどこにあったのかというところで、まあ、その説も分かれているみたいなんですけども、まあ、とりあえずですね、その位置に関してはですね、まあ、慶尚南道、慶尚北道ですね、まあ、そういったところの見解が一番強いんではないかというようなことですね。うん、そして、何よりもですね、この神官の中心だった、まあ、慶州ですね、まあ、慶州の地方が、この沙羅国というですね、国があったみたいなんですけども、まあ、そこが考えられるというところで、この神官人というのはですね、真の区域を避けてきたというような記録があるんですけども、ここがですね、まあ、いろんな見解があってですね、まあ、一つはですね、真、まあの末期にですね、いろんなその戦争において、まあ、戦争から逃げてきたというような、まあ、亡命説ですよね。うん、それから2番目としては、この真の始皇帝といえばですね、万里の長城であると、その万里の長城をですね、作るときにですね、まあ、駆り立たされたその労働をですね、労働から逃げてきたというようなところですよね。うん、それから、まあ、円というですね、国の、円というですね、まあ、この戦国時代ですね、戦国時代の時のその国からですね、まあ、いたその集団がですね、移動してきたというような見解があるみたいなんですけども、まあ、とりあえずですね、その、まあ、一致しているのはですね、まあ、秦の国の区域から、まあ、逃れてきたと。そして、BC4 世紀から BC3 世紀の、まあ、集団ではなかったかというふうなことですね、まあ、こちらには載っています。そこでですね、この本文を進めていくとですね、こちらの秦の亡人ですね、要するにですね、ここは亡命ですね、秦の亡命からですね、来たということですね。そして、この唐国と書いていますから、まあ、3つの唐のですね、先ほど言った馬漢とですね、まあ、神官であったり、弁官に、まあ、来たというようなところで解釈ができると思うんですね。そして、馬漢ですね、馬漢の東のところのですね、境界線の土地をですね、まあ、分け与えられたということですね。まあ、ここは裂いてということですね、分け与えられてというですね、読んでいいかもしれないですね。はい。ここはですね、地名、万妙院ハングゲオニ、マハニトンチョクキョンゲイエタングルテオ、クドレゲチュオ、ソロプルギルトーラゴハミオ、チンナラマルはピスタムロソホブン、チナニラゴイルメッタ。ですね。まあ、ちょっと、ここは、早く進んでしまったんですけども、とにかくですね、真の、韓国ではチンというんですね、日本では真ですね、真の、その亡命人として、この韓半半島に、まあ、流れてきたというような解釈でいいと思うんですね。そして次ですね、このところを、まあ、韓国語で見るとですね、まあ、ソロ、プルギル、トラゴハミョ、トラ、ね、ここですね、トラゴハミョ、チンダラマルガピスタムロ総軍、チナニラゴもらったんですね。ですから、お互いにですね、お互いに、トというふうに、言ったっていうんですね。とですね。このですね。まあ、ここら辺が、その、まあ、と、お互いにとというふうにですね、まあ、呼んだということですね。うん。そして、ここがまた面白いんですけども、この先ほどの秦から流れてきたですね、亡命と言いましたけども、この秦の言葉とですね、秦語ですね。秦語に似ているっていうんですね。ですから、この、これによって、似ているので、あるいは、ね、あるいはですね、うん、
ここで神官と名付けたというような解釈ですね。神官と名付けたというところですよね。そこでですね、この中にもあるんですけども、この神からの亡命という観点からですね、五感書の観点ですね、五感書には観点ですね、このか、さっきの三観の部分ですね、に書かれてあるのはですね、やはりこの神官に似ているので、まあ、神官と名付けたというふうにも書かれているわけですね。ですから、これを引用して、この三国維持でもですね、これを載せたというふうにまず考えることができるんですね。それから三国志ですね、歴史書の三国志の方にもですね、新人に似ている、まあ、新人というのは真の国の人と似ているというふうなことで載っているみたいなんですね。それからですね、それからもう新書にはですね、新書にはまた同じようにですね、言葉がですね、言葉、言語ですね、言葉があって、それが新人が使っている言葉と似ているというようなところを考えると、これはですね、信と切っても切れないですね、何かしらの関係があるというようなことがまず、まあ、考えられるんじゃないかというふうに思いますね。そして次ですね、次にですね、夜空芸、祖国一行、各国、万法老、なららご、プルロッターらご、はよったんですね。まあ、ここまでがその一つの、その老人のですね、話なんですけども、まあ、12の小国があったというんですね。で、ここなんですけども、まあ、とりあえずですね、この12の小国ということから考えると、まだまだこの統一国家っていうんですかね、中央集権国家には、まあ、なっていないというようなことがまず考えられるんですね。で、こちらの古代朝鮮、井上秀夫先生のですね、この古代朝鮮というですね、本を見ると、ここにですね、必ず州と義士、和博と豪族ですね、まあ、こういったその新羅のですね、政治体制、会議、まあ、会議を行いながら、全員一致の合議体制であったというんですね。ですから、この当時ですね、新羅の原始時代からある、ね、部落会議というの原理があるということは、まあ、この当時ですね、まだ中央集権ではなくて、まあ、この新羅の政治の特徴としてはですね、まあ、全員一致の合議政体であると、まあ、部落者会議というですね、12の国のですね、まあ、そういうところがまずこの文章に表れているんではないかということですね。そして、各その万法老ならら合プロッターですね、各万ですね、公というですね、いうにして、そういった国であるというふうに呼んだというんですね。まあ、このあたりがですね、このおのおのですね、おのおの万とかですね、法というにして呼んだというふうに解釈できるんではないかと思うんですね。まあ、とにかくこの12の国がですね、集まったそういった、まあ、部落社会だというふうにまず解釈できるんではないかと思うんですね。で、次なんですけども、また、チェージ、これ韓国ですね。と、チェージュ王は、チナヌン本来、ヨンナルサラムドリ、ピナレオンゴシムロ、トスウェイルムルチエ、コジュアルウンリル、サート、チョンド、ドングロ、ボロッタというんですけども、まずですね、このチェージュオンという人ですね、この人物なんですけども、まあ、この人物はですね、人物というんですかね、学者ですね、はい、文人なんですけども、まあ、12歳で唐に渡って18歳にですね、まあ、閣に合格して、そして、まあ、官僚になっていったという人で、加谷山にですね、こもって、そして、まあ、なんていうんですかね、こういったこの書籍を残していったという人ではあるんですけども、でこの人が今度は言うにはですね、神官は、神官ですね、もともと、この縁人のですね、縁人というか縁の人ですね。縁の国の人から逃れてきたっていうんですね。まあ、ここも先ほどその信とはちょっと違うですね、見解にはなっているんですけども、まあ、とにかくチェージオンが言うには縁の人だったというんですね。で、この縁の人というのは、イオジの、ちょっとこの韓国語のですね、この解釈を見るとですね、縁地に、縁の地ですね、縁の地に、
まあ、住んでいた人という意味であるというですね、もう一回ちょっと話しますと、エンジンというのはですね、こちらのエンジンは、縁の人、縁の国の人という意味ではなくて、真の国の時に縁の地に行った、縁の地に住んでいた人だということなんですね。ですから、まあ、同じように真の時代にいた、そういった縁の地域にいた人たちが、まあ、移ってきたんだというような解釈ですね。まあ、逃げて、ここも同じですよね。逃げてきたということですね。はい。そして、まあ、ここからですね、桃数というですね、桃数という地、まあ、地名があるわけですね。桃数というですね。で、この桃数というところの地名を取ってですね、次ですね。で、じゃあちょっと読んでみますね。トスエイルムロチエコジュアルウンビルサドチョンドドングロプルロッタンですね。ですからその名前を取ってですね、そういったあ、まあ、村とかですね、この、まあ、リーですね、ユーリーとですね、ユーリーとなっているのは、これまあ一つの村ですね、村というところに、住んでいるところを、このサタクとかですね、呼んだと。いうようなところで、まあ、要するにこれは、まあ、縁とですね、この関係があるというようなところを示しているんではないかと思うんですね。じゃあ次ですね、こちらの韓国語のところをですね、読んでみますと、シンナサランドレパオネ、タゲウムルトーロイルゴスムルオヌナルホグン、サリャンイラゴスゴ、ヤングルトワントーロインヌンダラゴとですね、まあ、ここはですね、何かその方言についての内容なんですね。ですから、まあ、白木の人たちの方言の中でですね、ここですね、この字ですね、この字を、まあ、とうと読んだというようなところですね。そして、今もまたですね、この、少量というんですかね、を使いながら、この量というものを、まあ、とうと読んでいるというようなところで、まあ、ここら辺はですね、一つのこの方言についてのですね、内容がまあ載せられているというところですね。まあ、ここら辺はその結局はですね、要するに縁の地域の人とのですね、まあ、関わり合いというものをこの辺りからですね、まあ、証明しているんじゃないかというようなところですね。次ですね、信頼尊尊市議へ、総理178936号、1360番55里35개의금입택이있었으니までありますね。新羅の全盛期の時にですね、この全盛期が、まあ、いつだったのかというところが、この、まあ、解説ではですね、本願湾、49大王の本願湾の時が、まあ、全盛期であったというようなところで、650年から780年というふうに示していますね。そして、ここからなんですけども、この京ですね、四季へ、京というのは、これは、こちら、先ほどあの、まあ、韓国語ではソウルとなっています。今のソウルではなくてですね、ソラブルという意味で、まあ、新羅はその都市ですね、都をソラブル、その国ですね、言っていましたから、まあ、そういうふうに、そういう意味でソウルというですね、略していると思うんですね。178,936の子ですね、等となっていますけど、ここはまあ一つの人口をですね、表しているわけですね、人口と、そして次が1360方ですね、そして55里というですね、まあ、ここが人口の数と。いうようなところで、解釈にはですね、解説書には、中央を載ってはいますね、そして次は面白いんですけども、35個の金の入った、これは家ですよね。ですから、金が入った、まあ、金で作られた家ということでしょうね。まあ、そういった家が35個あったと。まあ、実際にはこれはこちらのですね、書物には39個ですね。こちらの39、今、こちらの原文にもいろいろ、まあ、この書いてます。これ全部家の名前なんですね。で、家の名前がどういったところの、その、家紋っていうんですかね、まあ、家系につながっているのかというところもですね、こう記されているんですけども、まあ、その中にも例えばですね、
まあ、一番有名なのはそのキムユシンですね。キムユシンのそういったかこの家とですね、まあ、つながっているとかですね、書いてあるのがですね、次の内容なんですけど、とにかくですね、まあ、このその当時にですね、まあ、金ですね、金があったというようなことも、まあ、ここからわかると思うんですね。そういうこの家が、まあ、もちろんそのお金持ちっていうんですかね、貴族のそういった家だと思うんですけども、うん、次はこういったふうにですね、全部載っています。まあ、これ今日いちいちですね、まあ、とりあえずこれを確認していただいて、まあ、こういった39個のですね、代表的な、まあ、家が載っているんだというところで確認していただいて、で今日はですね、まず前半の部分のこの真という字ですよね。で韓国語ではこの鎮と、鎮具というですね、呼んでいますけども、実際この、まあ、漢字語では真とは読みますけども、まあ、日本では、まあ、旗宇治ですね、旗氏の旗ですよね。いうふうにこう呼んだりしますよね。で今日まずですね、この日本書紀の応神天皇のですね、応神記の部分をまずちょっと見てみたいと思うんですけども、今年ですね、ここのですね、今年、ゆずきの君ですね、ここはですね、ゆずきの君ですね、弓と月と書きますよね、君が、くだらより儲けりと、くだらから来たというところですよね。よりて申して申さくと書いてますけどもですね、よりて、よってですね、ここはもう回して、毛作というところで、やつかれ小野が国の民、桃あまり、二十歳の氷を率いて儲くというところですね。まあ、数としては120あがたというんですかね、ここですね。120のあがたを率いて、そして、まあ、帰化したというですね、帰化ですね。うん、しかれども、白木の人の防ぐによりって、防ぐ、白木ですね。白木の人なら防いでいるので、まあ、皆ですね、皆からの国に留まっていると。ね、からの国に留まっているというような解釈ですよね。うん、まあ、ここら辺がからですね、考えるのは、こういった部分では帰化するというところですね。ですから、まあ、亡命というふうなふうに、この解釈できるかわからない。とにかくですね、渡ってきたというようなところは確かですよね。で、この旗という字を真から旗という字に変えるという旗の字なんですけども、旗という読みですよね。まあ、いろんな解釈があるんですよね。で、まあ、例えばこの肌がですね、肌がとてもその、まあ、ツヤツヤしているというこの意味としてですね、まあ、旗と。ただそれはこの絹織物ですよね。これがとてもまあ肌にはとても、なんていうんですかね、肌触りがいいということで、旗というふうに言ったという説もありますし、それから、まあ、海を越えてきたということで、まあ、韓国語で海をパダと言いますから、このパダから旗になったんではないかというところですね。それから地名としてですね、順序的にこのですね、この地名ですよね。地名というこの京山道の地名が、パッタとかパリという地名があるので、まあ、ここからその来たというところで旗になったんじゃないかと。で、それからですね、この先ほどの柚月ですね、弓と月ですから、この柚月という意味を込めてですね、春とタル、これは韓国語で弓を春ですね、で月をこのタルというんですね、ですからファルタル、ファルタルですね、これが旗になったんで、まあ、日本語ではそのパッチ、こちらのリールですね、パッチムと言いますけどもね、こういったものがあまりその、死因で終わらないので、母音だけで終わると旗になるというですね、まあ、いろんなこの見方があると思うんですけども、ここら辺からするとですね、まあ、とてもその、まあ、やはり関東とですね、とても、まあ、関わりがいある、そういった名前の付け方ではないかというふうなこともですね、考えられますね。はい、それからですね、次にこの新鮮小字録という記録ですね、の中に、こういったこの、まあ、柚月というですね、この名前があるんですけども、まあ、ここはですね、ちょっと読んでみますと、高満王ですね、高満王が、まあ、この忠愛天皇の8年に来朝しましたというところですね。そして、柚子王ですね、この柚子王の柚月の君、あるいは柚月の君の時にはですね、まあ、応神天皇の14年にですね、まあ、来朝して、127ですね。127のそのあがたを率い
民を率いてきましたという内容ですよね。でここでその前にですね、うずまさの君というですね、で登場してくるわけなんですけども、まあ、ここでですね、秦の始皇帝の、3世の孫であるというようなところの記憶もあると、やはりこの秦とですね、切っても切れない関係が、まずここで伺えることができるんですよね。それからですね、この渦政というのはこの漢字を書くんですけども、ここに秦というですね、漢字が載っているというところもですね、何かそういった秦とですね、深い何か関わり合いがあるというところが、一つのこの、注目される部分でもあるんですね。で、渦と呼んで、マサなんですけども、韓国で渦という、渦ですね。この渦というのは、この、なんていうんですかね。鎮とか元とか木というですね。そういうこの貴族の木の部分ですよね。そういった漢字が当てはまると。それから、マサというですね。これは、マウル、韓国で今、マウルと言いますけど、これは村とかですね。いうふうな意味ですね。そういったこの、マサとかですね、それから頭とかですね、周とか上って、要するにこの 上の身分の人ですよね、そういった意味があるんではないかというようなところの見解がありますね。ウズマサですね、ウズマサがどういう意味なのか、韓国語で解釈するべきなのか、いろんな議論があるとは思うんですけども、そういったこの渦政が日本語的ではないというところをまず考えることができると思うんですね。それから先ほど言いましたように、この秦の始皇帝と何らかの関係があるんだというふうに、考えることができるんじゃないかと思うんですね。それからですね、他のこのずっとですね、読んでいくとですね、こちらにですね、こういった絹織物ですね、を献上しましたというようなところで、とてもその柔らかくてですね、肌にこの優しいというようなところで、肌というですね、ところで肌になったんだというようなことも、一応書いてはいるんですけども、それがどこまで本当かあれだとして、としてもですね、やはりそういった絹織物ですよね、シルクと関係があるんじゃないかというところで、なんとですね、この先ほどのその秦国ですよね、秦国の城にもですね、実はこういったですね、クワを飼っていたりとかですね、絹織物ですね、絹織物をですね、こう作っているんだというような互換書とかですね、記事があるということもですね、何か共通する部分があるんではないかということですよね。それから先ほども言いましたように、この秦の言葉と似ているとかですね、秦人の人と様子が似ているとかですね、鉄ですね、鉄を作っているとかですね、この鉄を作る国である、貿易しているとかですね、それから、面白いのはこういったこの歌とかですね、踊りとかですね、お酒を飲みながらこう楽しむと、楽しむっていうのはその、お祭りをするそういう習慣があるんではないかというところがまずですね、注目されるんですよね。今でもですね、やはりその、韓半島ですね、韓国というのはそういったこの風習っていうんですかね、やはりこう楽しみながらですね、踊って歌ったりというですね、そういったところがあるということを考えるとですね、やはりこういったところにつながってくるんではないかと思うんですね。で、こういった畑氏というですね、ところから考えると、やはりこの渡ってきたというところですよね。亡人とかですね、苦役とですね、重なる部分があるんではないかと思いますし、旗織りというですね、部分からも考えると、やはり何かそういったこの秦国ですね、先ほどの秦の国とですね、それから旗とですね、何かしらのその関連性というものが見えてくるんではないかというふうに思ったりします。はい、最後にですね、この互換書のですね、関連ですね、漢族の漢ですね、についての、この記録をですね、ちょっと日本語訳になってるんですけども、読んでみたいと思うんですけども、五穀の育成に、この土地はですね、肥沃で、五穀の育成によく、この地の人たちは、蚕を飼うことや、桑を植えること、そして、蚊取り絹を織ることや、牛馬に乗ることなどを知って、ているというところですね。結婚の儀礼は礼の作法によっていると。道を行く者が途中で人に会うと道を譲る。この国は鉄を産出して、ワイやワ
馬関が共にやってきてその鉄を買うと、まあ、貿易しているということですね。およそどのような貿易もすべて鉄を貨幣としていると。新刊の習俗は歌舞、歌や踊りですね、舞や飲食や個室、まあ、これはさっきの何て言うんですかね、まあ、楽器ですね、弦楽器みたいなものですね、を好んでいるというところですね。はい、まあ、今日はですね、少しちょっと膨大な内容になってしまったんですけども、まあ、秦の始皇帝、秦の国ですね、それから燕、そしてこの漢族、そして、まあ、渡来帰化人ですね、渡氏というですね、内容について少し、考えてみたんですけども、まあ、とりあえずですね、この三国維持にはですね、まあ、秦漢というですね、漢についての内容が、まあ、載っていると。そして、この漢がですね、まあ、どこから来たのかというようなところも載っているということをですね、今日はちょっと解説をしてみました。長い間ですね、ご視聴ありがとうございました。引き続き、花見チャンネルを楽しんでいただければ幸いです。ありがとうございました。